それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。選挙特番での民民玉木雄一郎氏の発言が話題となっておりましたのでご紹介いたします。以下引用。国民民主党の玉木雄一郎代表53は2022年7月10日の参院選特番ゼロ選挙2022日本テレビ系に生出演し、番組のインタビューに答えた。番組では玉木代表が党を支持する若者について地上波の番組を見ていないと発言したところ、有働由美子キャスターがそんなこともないと反論する場面があり、ツイッター上では日テレのインタビューで言っちゃうのは草、火の玉ストレートなどと話題になった。藤井アナも参戦。番組では23時ごろ国民民主党立憲日本共産党の3党首にインタビューを行った。玉木代表は今回の選挙戦を振り返り、大学生や大学院生など将来に不安を抱える若者が演説会場に訪れたと語った。櫻井翔キャスターが若い世代に政治に関心を持ってもらうためにはどのようにしたらいいとお考えでしょうかと質問すると、玉木代表は YouTube の発信を増やすことかなと思っていますけどと答え、その理由をこう語った。演説会場を訪れた若者に、なんでわざわざ私の話を聞きに来たのって聞いたら、地上波の人には申し訳ないですけど、もう今若い人は地上波見ていないので。これには有働キャスターも苦笑しつつ、そんなこともないと反論。玉木代表は、いややっぱりね、聞いてみると YouTube なり Twitter 見てここ演説会場に来ましたっていう人が多いんですねと実情を明かすと、地上波がまだ圧倒的に力強いのは認めますけど、いろんなところで発信のルートを作っていかなければいけないと、多様なメディアを通じた発信が必要だとした。有働キャスターがインタビューの最後に、地上波も含めていろんな発信を大事にしていただきたいと思いますと突っ込むと、玉木さんは笑みを浮かべていた。その後の開票速報コーナーでは藤井隆彦アナウンサーが、地上波を見ていらっしゃる若い皆さんにも分かりやすくお伝えしてまいりますと玉木さんのコメントを意識したと見られる発言をしていた。以下略、引用終了。今は若い人だけじゃなくてそれ以外の人も見なくなったと思いますね。理由はいろいろあるとは思いますが、スマホがあるからということも大きな要因だと考えます。スマホがあれば YouTube やニュースサイトで情報を得ることもできます。それに昔の面白い番組をアベマやらネトフリなどでやってるし、 Twitter やインスタなど他のいろんなアプリなどでネットを使い交流や情報収集もできますからね。わざわざテレビをつける必要もなくなったし、その習慣がなくなりましたね。そもそも今の地上波の番組がつまらないのと、情報番組も変更ニュースが多いので見なくなりましたね。ネットの賛否の声を少しご紹介します。玉木の言う通り、これからはテレビ離れどころかマスコミ軽視が顕著になるだろうね。もはやメディアを盲信していないし、まあ新聞テレビなどが完全に回電波垂れ流しの洗脳装置になってしまったつけだね。 SNS と YouTube で議席確保した参政党がいるんだから当たってるんだろ。もう終わりだよこのテレビ。テレビはつけるけど朝時間見るためだけだね。中身なんて見てない。テレビは朝昼晩いつつけてもほんとつまんなくなったな。年寄りはこれまでの習慣から惰性でテレビつけてるけど、若い子ほど見るだけ時間の無駄って気づいてるよなどの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。